いや、完全に俺だったんだ。前に住んでるだけだったから。これ積んでないよ。積んでないですね。ダブルチ1ぐらいで積まないよ。いや、ダブルゲームも1ぐらい積まないよ。まあ、その弁天やから。いや、あれ弁天だったもんな、あれ。弁天はね、積んでくれたのって言いたくなる。確かに。ダブルソフチンといたのか。ダブルソフチンといたのか。トラトラが上がってないのよ。そこそこそこなんだよ。バイツ。バイの。バイの。バイの。2です。ワンチップ。あえて総合しました。親で助かりました。後ろで見てみました。なるほど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 。むしろ積極的に気になった。これあとハート1枚もらっていいですか。今一発だ。一発裏。一発裏とかいいの。裏は違うやん。一番じゃない。裏の意味もあるからね。ちょうど漫画ちょうど漫画マニュアルなんだよ。赤、赤、なるほど。あ、ごめん、そういうのね、そういうの。私は高くて低いのさ、ぶくぶくりしすぎってそれ分かったな、やっぱそうだな。この桁があってピクピクしてるよと思って、そうやっぱりね、シャンテンの向かいから、降りじゃないけど、なんていうのかな、スリムに守備を考えつつ行くのが大事かなって、ね、最近思ってる。本当に分かってくれたから。終われない。ブロック級の6層が入ったよ。嬉しいね、嬉しいね、6層が入ったよ。こういうの取っとくようになったんですね。なるほどね。いやー、もう生きる範囲がねえよ。
サブロッキースチープンだ、僕が言ってお対象になりました。やめてよ、やめてよ、急所だったの、あ、なんだろう、サブロッキースって言ったら、あ、間違い、聞き間違いに、さすがごめん、押し出し、いきなり一枚そこに、え、サブロッキースこと話でいいよね、これ、あ、いいっすよ、あかり本気キルハイがね、その後グラクロ来てもグラクロやっちゃダメって言われた。あ、そうなんだ、グラクロ、グラクロはね、うん、ダメって言われた。事務所俺が上がるってのはどうなるの、死ぬの。いやでもルールで打てないでしょ。打てないんだけど、ロン倒しちゃったら、倒しちゃったらって言うと、それ払い100万払い、そうだね、多分そうなっちゃう、それ払い100万、その打点でこれ100万払うこと、俺が、うん、支局の進行不可能にしてしまう、だから、分かんない、理論的には倒した人のチョップ呼ばれじゃねえ、もちろんそうなんだね、これ、ちょっと待ってごらん、そうですね、今音が見なしですから、理論上そうなんだけど、まあ、それはさすがにかわいそうだってことで、あ、違う、メニューが今はね変わって、うん、ヤクルトではない払い方、多分リアケティブどのものっていう払い方に、9万持ち取ってる、あ、イーサン橋、イーサン橋ってか普通の明かりとして整備、ホテルいい明けピンクドラゴンっていう明かり、明かりが整備ホテルあった、うん、なるほど、この穴の方切ってやろうな、ビーズも1、2、3、4、5、6、ただいま前チャンスかな、うらあ、マイマンのハーフ。3倍前しかねえよ、本当だ、即取り、即取り金、裏裏5は2ハーフ、5は2ハーフ、5は2ハーフ、8000円、
一日で勝ちそうだよ、ね、普通っていうとなんつうかよ、うん、なんつうかいいな、そのちょっと心が乱れるかな、そうそうそうないよね、お気持ちの乱れ、だからみんなにつけよう相当なお気持ちだ、これ全部切らなきゃいけないから、そうですよ。考えたら無理だよ。たまにしか話してはならない。日曜と土曜、まあ、そっちの方が集中して聞ける。集中して聞ける。集中して聞こう。あ、そうです、そうです。で、土曜日は普通に実だけ、お父さんが何に行こうかな。さんがランさんの上がりでいいんだね。お気持ち上がりで。気持ちに上がるよね。気持ちの上がり。すごい気持ちに上がる。ったよ。天品つまが。3本5本とか。そうそう、それでいいね、君、うん、たまにはは飛んだ、あーごめん、じゃあ、まあ、3億でお願いします、いけるよ、いけるよ、うん、抜かせないのがいい、
しっかり悩むべきだ。投げます、投げますけど、投げるとき流局しねえかな。ありえるよね。流局したら多分伝説残るんだよこれ。え？流局したら伝説なんだよ。確かに。エグゾディアってやつ。そうそうそう。アポカリプスみたいな。隣接でエグゾディアですって言われて、なんとなく意味は分かったけどさ、えって言っちゃってる。ちょ、マジで、これ伝説効率。おい。伝説で殺したりしない。これマジで伝説狙っていいの？そこまであるの？いいね、まあ、結構まだ道中長いっすよ。まだ結構長いっすね。いやいや、いけんだこれ。すごい、周りはでも何だよ、俺のパパ、よし、弱い、すごい、本4枚チーム赤、大きい、バイハーフ、バイハーフ、弱い、全部使い切られて弱い。見えるけど手が太くて届かない、この辺。中層はダメだな。
ぐらいでまたあれだからってるな。なるほどね。オタ、キン、ウラ、ハネマンの側近、オタ、ウラ、4、8。
小さい。もう泣いたよ、もう。アポカイプス。アポカリですか。アポカリだよ、もう。アポカリキツツキ。あれだって言ったらこれを入り目がこれだってのは後で見ておいてくださいね。入り目がこれならそれがお気に入り。なるほどね、そう読むのか。ロピメ人足ドラ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 ダッサドラ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 ウラウラウラ240の速ウラさん42は4いや違う違う違う4は2飛びだからな、はい、2の3、はい、からぎりです。どうやるの、あ、そうです、目が覚めるようなすっごいのそれそれ最初はパターンパターンってやったのに、ね、もう一回しなんかうまいです現地が上がってきて手配で全くだよ、落としてちょっと元気が出てきた。さすが空間差しぶちかますよね。っていうの忘れたらあれだから言うけど、 B さん今日ムルギーどうしたんね、ムルギー食いながらさ、まあちょっと引っ越すかもみたいなこと言ってる中で、今度トイシュ特にじゃねえか、今までと変わんないねみたいなって言われてさ、嬉しかったんだよ。確かそうなんだ、やっぱりちょっと引っ越すっていうのは抵抗あるし、まあ、ちょっとやっぱ一つ来た感とになるとなるとどうしたいかな、ちょっとねえと思った中で、やばいっすよ、B さんがそんな感じじゃなくて、フラッとさ、変わんなくねっていうのが、本当に嬉しかった。持つべきものともですか。さつまいもおごります、おごります、送りますね、うどがいいの。心の距離は、なんかすごい、焼き芋も、なんか美味しい、美味しいというか、有名なお店いっぱいあった。焼き芋、美味しいも。先月ですよ。よく絞んじゃねえ、君よく絞ってたよ。おいちゃったろ、お前。動物です。動物元気がねえがこうだよ。はぁ、一発ではない、一発ではないです。天秤つもドラフィングフラになった。
これなるんじゃないこれはならない。ならないパターンじゃん。そう、ならないパターン。じゃあ、ただのハネマンです。ただのハネマン。ただのハネマン。先天バックです。ありがとうございます。いや、これはなったの。ない。ない。怖いな、落とした後にもね。一番に強い。ひどい日だったね。どうした？どうした？これを食えないとカーボナーですよ、私は。ああ、私の研究結果によって。そういうのも分かんない。食い流れとかさ。そういうのも分かんない。あれも細かい話をするけど、あれじゃなくて。単純に何がなしなのかどうかって。なるほど。あ、絞り方か。あそこまで引っ張った。やられたね。ビーチ、イーテイコ、ドラドラさん。裏裏だですね。はい、裏裏です。ハネマンのビッグマンです。
ず。ビデケン、ビデケンする VAR っつったっけ。誰も見てないの。ちょっと言ったら、しのぶちゃんの顔わかります？なんかそんな気になったなと思った。ごめん、ミドラコこれは回転が壊れてる。そうだよね、そんな雰囲気だな。全然違うやん。奥に奥に奥に見た目が全然違いすぎて今がいいんで変わってる。あ、全然、まあ、今もいい。そこまでいったらちょうど今の失礼しました。昔も別に厳しいね。インパーはインパーハーフ4枚チートイトのインパーハーフ。ハハ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 どっちだよ。あ、まあ、どっちプラス、あれの先輩キスの感じで、羽根漫画に行くかぎり。なるほどね。え、キスした？シコリキス？年俸中の先輩から MVP。だから、年俸中消えるからな。いやでもさ、赤いんだからね。なるほど。約ドラドライン240か。約こっちの約やから。あぶろ、なんだと。あれ違う。うん、違う。止まって止まって。約ドラ。約ドラドラ。あ、そっかそっか。はい。140。合ってんだけど深刻な。合ってんだけど。ちょっと待ち。ランパのランパのこの子が。な。こうやって、あの、心を削っていくんですよ。なるほどね。俺もやろう。視聴者パーソンね、視聴者パーの勝ちだったよ。開けるよね、これオープン1。4の回り、1までだ。いや、2の回りってことかな。
これ、クソだったのよ。オタックにならないつもりだった。1、2、3、4、これ、オタオタ。1から6まで。被害出さないでよ、俺。いや、ちょっと、心理無罪です。視聴者様。ポッ。ほら、ナイポンだね。いけ。視聴者様。うん、書いてない。視聴者様。こっちを待ってたんだよ。それね。おお、それね。いや、だすもんね。リーチロン違った。リーチ。どどどど。二三四五。リーチ五か。1216のハーフ。ハネマンのハーフです。ハネマン。一六のハーフ。一六。これはすもだよ。それはすもだよ。一六のハーフです。そうなの。ちょっと様ごめんなさい。何だって言うのあっ私もそう思います。長いっていう大サイドのトリプルヤクマって書いてある。そう。一回白巻いてる俺大サイドに上がったの。覚えてるでしょ。覚えてる。忘れない。白なしを取り損ねたんだよ。白なし小三元がヤクマンかダブルヤクマって書いてあった。なんかね。いいですね。暇に検索して。スモドラ2000ホールハーフ。スモドラって3000ホール。3000ホール。スモドラが。このスケジュール。3000ホールハーフ。どこ崩れたの？痛みしない。お願いします。あ、私も冷ちゃう。だからこれは迷うと思ってたんだよ。一回ロケットも打ちに来るかな。これ、わかんない。絶対迷うと思う。難しいな。声出ねえか。三層あたりもやってるね。ピンポンポンって。ピンポンポンって。こういうところが。こういうのやめてね。立ちなきゃもう全部行こう。これ？それいくらなんでもできたごめんなさい。ちょっと回ります。いいか。いいね。これは。頑張ってね。頑張っていいよ。戻ってるから積もりたいね。これ休めなんだよね。パッこれ音6だと思うんだよね。同層確かにね。1、5、6、7、8だから。おたさん、リズム、
1,2,3,4,5,6です。